究極系、正面が玉女盆部位山周辺部位山は中国、福建省にある高三影山を中心とする山系の総称。山水の名称として有名で、鉱山、競林と並び中国人が人生一度は訪れたいとされる場所の一つとされる。1999年以降、ユネスコの世界遺産に登録。年間350万人の観光客が訪れている。 V 山脈は中国の江西省と福建省の境界にまたがる。北は仙霞嶺山脈に南は旧連山に接し、東北から西南方向に伸びている。長さは約5 5 0トル海抜は1 0 0 0ル前後である。長江水系の孔、名塚は、信江と福建省に流れる貧乏などの大河の分水嶺でもある。 高見影山はこの山脈の手法で、厚生省金山県と福建省武山市の境界線上にあり、中国大陸東南部の最高峰である。1979年には57,300平方キロメートルの範囲に武山国家自然保護区が設置されている。高見影山を中心にした武山風景区が世界遺産に登録されている。風景区内は、 サレキガンでできた比較的低い丘陵や山が広がるが、赤く切り立った崖や柱のような峰が多く、その間を巡る渓谷ともども、位戦況、奇襲高等難と称えられてきた。地理的には平均350メートルの高度を持ち、亜熱帯気候に属するため、冬でも比較的温暖である。年間2000ミリメートルもの高雨が山を削り、雲を生み、 美しい究極形を作り出している。450種以上の脊椎動物、5000種以上の昆虫、2500種以上の植物が現在までに確認されている。野生の茶の木が自生している土地であり、ここで採れる茶葉から作るウーロン茶は香りと味が良いと評判で、特に岩に張り付くように育つ茶葉は、ブイワ茶と呼ばれ、最高級品の扱いである。また、 独特のフレーバーを持つ紅茶ラプサンスーチョンの産地でもある。景観として特に美しいとされるのが、究極景で、川岸には36の岩山が立ち並ぶ。ここを竹のいかで、およそ9キロメートルほどを川を降りながら、観光ができるようになっている。周囲の岩山の中でも特に有名なものが、極女ボーンで、外に見える岩肌が美しいので、美女に例えられこの名前がついた。 その対岸には、大王砲があり、玉女峰と恋愛関係にあるとされるが、その間に、鉄板機と呼ばれる、青黒い岩があり、これが邪魔をして二つの山が出会えないようにしているという、古典文学的な伝説がある。また、朱子学の階層、朱気が工学を行ったとされる、使用書院なども残っている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。